コースツ、こんばんは。何マスク？え？化粧崩れマスク？風邪ひきたくない。扁桃腺はこれはね、花粉の方、花粉と黄砂の方です、この声は。鼻水も。こんばんは。終わりました。ね、後ろ超にぎやか。前までアイカのロッカーが一番にぎやかったのに、そんなことなくなってる。お、クマありがとう。いちご食べたらやばい気がする。いちごあかんの？あ、痛いからか。そう、なんか花粉の時食べたらあかんね。あれ、そうなん？ん？いや、あれから病院行って熱は出なかった。うん。でもあのプラス花粉と黄砂とかでなんかもうわけわからんことになりました。風邪ひきたくないんですよね、今。風邪ひけないんだ。なんかあの虫に会いに行く。いつ？5月の前半の方。まあ風邪や、熱出てもうたら出れへんな、さすがにな。風邪やったらまあでもさ、嫌やん、風邪ひいてる状態でさ、鼻ズビズビで好きな人に会うの嫌じゃない？確かに風邪ひけないんですよ。熱も絶対出したから病院行きましたよ。なんか花粉の薬とかは6種類ぐらい薬もらって逆にこれこんなもんでいいんですかみたいな組み合わせとかな。トゥンちゃん、クマありがとうございます。明日、あ、え？明日雨？大丈夫です、私がいるので晴れます。雨の話と、え、なんか途中ま、なんか3日前ぐらいまで雨やってんけど、昨日ぐらい見た時なんか曇りに変わってたはず。マジ雨なんかな、やっぱ。大丈夫です。いやな、明日私ほんまに晴れ女なんで心配しても、あ、でもすっごい雨男さんか雨女さんがいたらちょっといい勝負になるか。困る、明日行かれるけど。これはチョカワのパーカーです。え、ロッカー入れてる？キムマートの。入れてない。入れてないの？ちょっと肌寒い時にな、めっちゃ便利やねん。マジ？キムマートの色だって知ってる？真っ黄色やで。通ってくれやろな。陽気やな。鼻水、それは風邪ですか？今日もめちゃくちゃ笑わせてもらいました。よかった。どうしたら光が大丈夫？心配。そう、なんかほんまになんか3月ぐらいから花粉とかなんかなんすか、ほんと大変。あ、怖い、なんかメンツ切られた。なんですか、まともになんか一日中元気な日ないんですけど、ほんと花粉ちょっと、そう、なんかピークは杉が一番なんか判定強くて、でもなんか白樺ない、なんかいっぱいいろんなやつが出てて、だから7月ぐらいまではなんか出ますみたいな。こうやってね、花見て食事行ってくださいな。そう、行こうって。ほんで私黄砂にも弱いので、なんか頭痛いしって感じです。で、こんな声になってしまいました。で、今日ちっちゃい三つ編みが、鼻水はでもちっちゃい三つ編みあかん、多分汗は飛んじゃったんですけど。あるんです。あるまま、あの梅雨来たらまた頭痛なるしな。いや、多分ね、もういろいろ溜まってるんですわ。ちっちゃい三つ編み、かわいい。
またやる。いや結局そうや、これは言われへんねや。晩は、扁桃腺は、また日本に来るので、いや公演の時もね、ありがとう、初あの青年の病気がありがとうございます。鼻声でした、すごい。そうで、お見送りも喋れへんくて、ありがとうって心の中では言ってたんです。そう、礼央ともね、ご飯行こうって言ってるんですけど、ちょっとなかなかタイミング、二人のタイミングがなくて、今日はなんか編み込んでみたりしました。生誕祭、そう、生誕祭も今受付中なので、ぜひ来てください。ほんまや、花粉って花粉なあ。あ、これ私ですよ、鏡なので。後ろこのね、ストレッチポールっていうのがあって、生誕っていう、あ、まだ出てないんですか、これにね、見えるかな、一応私の手元には来たので、こうやって寝転んで、そろそろ発売会になるんじゃないか。何やっけ、背骨伸ばすんやっけ。じゃあ背骨をなんか矯正する、そう、だから猫背とか腰とかにもいいですって。めっちゃ腰、ごめんなさい、こんな体勢で配信そう、こうやって空き時間にこうやって寝てます。寝てんの、寝てんの、どんな反応、お疲れ。の、なおちゃん、クマありがとう新しいやろ、この配信。あ、そう、肩甲骨に効くんです。こうやって頭もね、こうやって置いて、じゃあ背骨を休めることができるんですって。で、なんかこれでこうやって腕回したりしてやるといいんです。そう、最近腰も私ね、来ちゃって、腰もやし、なんか汚れてる、腰もやし、もうなんかガタが来ました、一気に。もうだからわけわからんことな、鼻もなんか耳の奥とかも痒いし、なんですかっていうくらいにはよくわからなくなっちゃいました。そう、私の皆さん、ポエムストーリー見ました？なんか恋愛ソングの歌詞みたいなやつ見ましたか？私が発売日、忍者飯の鉄の鎧っていう、もう一目惚れした、その SNS でバズる前に見つけたグミを去年買って、でもそれが人気すぎて発売中止というか一回中断されちゃって、で最近またなんかすっごい TikTok とかでバズってて、で再入荷されたんですけど、きっとまた買えんくなる。私は子さんです子さんアピールあ、出た、そう、ジャルジャルのさ、ジャルジャルの、そう、ジャルジャルさんのなんかあのズーム面接みたいなんで、起きてるように見せて実は寝てるみたいなそれ友達にやってやとか言って、就活中の友達がいるのでやってみてやとか言ってそう、もう体ボロボロやね今。そう、ちゃんと背中も伸ばしてね、クールダウン配信です。これがいで、あ、これはえ、ちゃんと映ってる、これなんやっけ、なこれ何のザ漫才やっけ、いや、なんか分からない、あ、何やっけなんかのね、ね、ちょっと変に映ったあれか、これです。
じゃあオールザッツ漫才や。オールザッツ漫才のあれです、 T シャツグッズを買ったんです。かまいたちさんじゃなくて見取り図さんが MC してたので、裏にいっぱい芸人さんの名前書いてて、見取り図さんが書いてます。そう、なんか芸人さんの T シャツいっぱい欲しいなと思って。もうね、漫才劇場の、あ、じゃあのグランド花月のとこに吉本のグッズショップあるじゃないですか。あっこにも結構 T シャツとか置いてて、次はマユリカさんのやつ買おうかなって思ってます。ね、ザ・セカンドも誰が行くのか、ちょっと最近行きたいな、反撃。次東京でお仕事あったら神保町行きたいなと思ってて、神保、東京の神保町吉本漫才劇場っていうやつに行きたいなって思ってます。マユリカさんも面白い、もう面白い。なんか、最近なんか今まではね、私 YouTuber さんの動画とか見てたんですけど、最近芸人さんのやつしか見てないラジオとか、そのラジオをダブル東さんとかマユリカさんのラジオをが YouTube に載ってて、声だけじゃなくてそのラジオの撮ってるところが動画になってるというか、そう、なんか声だけで聞くのもおもろいけど動画で見るのも面白くて、なんか最近のやつで八口ダブル東っていうダブル東さんのラジオ関西でのラジオがあるんですけど、あれでその東さんと大東さんのお父さんが来て4人でラジオするっていうのがあって、めっちゃおもろいめちゃくちゃ面白い。マイの阪神知識の大成長にリスペクトフォーユー。いや、お仕事させていただくからにはなんか好きだけじゃね、足りないじゃないけど、知識は入れてくる、なんか、これはなんか散らばってます、毛布ですね、毛布とかが散らばってます。アンチとは連絡取ってる？取ってますよ。さっき2日前ぐらいに。最近はね、金魚番長さんの YouTube も見たりしてなんかやっぱ東京の芸人さんも、でもやっぱり今年すっごい東京行きはったから、まあさやかさんとかビスブラさんとかも行きはったよね、確か。寂しいな。そう、一緒にお仕事できるように頑張りたいと思います。こんばんは。びっくりした。あ、そう、ちひ TV 告知まだできてないかも。そう、なんか選手のパーツクイズと打球クイズっていうのをやって、あのグローブだけとか足だけで誰か当てるみたいなクイズでとか、その打球だけを見てその音とか方向で選手誰が打ったやつかとか当てるっていうのをして、もう私がチヒさんにめっちゃキモい言われてるので、私のキモさを見てください私もほんま運なんです。運と運勘か、勘というかパッて名前出てきた人が当たってたりして、おもろいのでぜひ見てください。こんばんは。ね、言われてみればわかるみたいなのが多かったんですけど、案外難しいね、やっぱり。なんかそんなマニアックな目線、普段こうなーなーで見てるじゃないけどさ、こうなんていうの、フォルムというか。
かる。チョコをね常備して持ち歩いてるんですけど、これ片付けに来てくれる人募集中です。あと味噌汁入って我が家お味噌汁生態して、本当に明日はキューズモールでのイベントがあります。めっちゃ感覚ですけど、体が必要だと思ってタイミングで観覧フリー、下の優先エリア1階っていうかな、下は、CD を予約してくださった方が優先エリアなんですけど、上とか観覧フリーなので、なんか初めて来る方とかね、なんかたまたまキューズモール行った人とかにも知ってもらえたらなと思います。やっぱりああいう観覧フリーってすごいハードルが低いというか、皆さんがこう初めての方でも来やすい見やすいと思うので、ね、わざわざチケット買って、それこそ劇場公演とかも最初はやっぱハードル高いと思うんですよね。だから来れる方ぜひお待ちしてます。お仕事頑張って、祝日やけどね。ハイタッチでも前みたいな感じやった、メンバーが一列になっていやいやいやってしていく形です。皆さんが歩いていくスタイルで、前も確かでも雨じゃなかったっけ、雨予報やったけど晴れとかじゃなかったっけ、ちゃうか。こんばんは。ね、80%? 大丈夫大丈夫です。だからでもこんな根拠のないこと言ったらあかんかもしれんけど、でも言霊もあるし。ではで私もランキング読みます。13位大成くん、ありがとうございます。12位ゆりかさん、ありがとうございます。11位ひなちゃん、自己肯定感の塊、ありがとうございます。ちょっと鼻水が。10位アンナちゃん、ありがとうございます。ケシバワンコさん、ありがとうございます。8位杉蔵さん、ありがとうございます。今井大和さん、ありがとうございます。6位ケンジさん、ありがとうございます。5位ケンちゃん、何倍、ありがとうございます。4位マリンプ、ありがとうございます。3位ユウカ、ありがとうございます。そして2位がナオちゃん、ありがとうございます。多分だけど、絶対明日配信、デモットさん、まいちゃん、ありがとうございます。明日配信することは絶対ないので、皆さん、21歳の私は見納めです。え、いつだっけ、30だっけ。22歳になります。 IP がもうちょっとで誕生日です。信じられる、22歳やで。なんかさ、やばいよな、なんかさやばいよな、大人やで。こんなんか自分らがさ小学生の時とかの21歳ってこんなんじゃなかったよな、うん、もっと大人やった、うん、自分が想像してた21とか22じゃない。なんかまだ子供心が多すぎてる、うん、自分、うん、めっちゃ子供やわまだ、うん、ほんまにそう。頑張って大人になります。そして明日晴れることを祈っております。ありがとうございました。次は22歳の私とお会いしましょう。ありがとうございました。皆さんも大事に。